でもみんなこっちは知らないんじゃない？おそす、ちはやだよ。マリオメーカーやっていきましょう。いいねランキング週間で、こう見てて、見つけたコースです。ホラー、ハウス、キックウォール、あれ？ハウスのスペルが。キックウォールチャレンジ。参りましょう。惜しい。E が入ってなかったね。キックウォールとチャレンジがあれなのに、あ、これはあれかな？あれ、ホラーってスペル合ってたっけ？合ってるね。あれ？違くない？あ、いいのか。そうだね。そうだね。ハロウィンと間違えたわ。難しいよね、単語ってね。でも俺思うんすよ。おっと、日本人だからこそ分かりづらいことだと思うんですけど、日本語ってめっちゃ難しいなって思うんすよね。俺、外人さんだ。外国人は OK なんだよね。外国人の方に日本語を教えなさいって言われたらかなり苦戦しそうな気するわ、正直。あれ？いや、意味が分かんないですね。オッケー、よいしょ。まずはドア。うん、危ねえ、死んだと思った。はい、スピン。はい、クルン。オッケー、流れー。あー、ここだったよね、死んだのね。危ねえ、危ねえ、危ねえ、頭当たりそうだって。危ねえ、ここも危ないとこばっかだな。こうですね。はい、オッケー。ドアん、右、危な。あ、中間いただきますせーみたいな感じか。あ、じゃあ別に来なくてもよかったんですね。よいしょ。左に行かせるパターンは珍しくない？ほっ。はい、はい、はい、はい。あぶねえ、頭に当たりそうな。向き間違えた。オッケー。まあでも中間あるってなるとだいぶなんか気が楽になるよね。割とこうなんか、遊びながらやれるっていうか、余裕があるっていうか。死んだのここだったよね。オッケー、さあ行きましょう。ドアー、うわー、危ねえ。反応クソ悪かった今。あー、しまった。あぶねえ、伝っていく。あー、違うのか、こうか。いいとこにトゲが配置されてるんで死んじゃうんですよね、どうしてもね。はっ。でももう信じてやるしかないんだよな。あっぶねー。ここは大丈夫ですね。ここも大丈夫。はい、真ん中で。あっぶねー、セーフ。オッケー、届く。左かな。オッケー、真ん中抜けて、あ、ゴールあった。イエーイ。一昔前だったらな、え、足場がないんだがみたいな感じでサムネ作れるんですけどね。あ、なんかできないかな、でも。OK。なんかできないかな。足場がない。足場がないでうまいことサムネ作れそうな気がするな。では、こちら参りましょう。新技？コインの場所で A 長押し。これは多分、知ってるやつだな。あ、間違いないっすね。これ。でもみんなこっちは知らないんじゃない？連続ヒップドロップ。こっちは知らなかったんじゃないかな。どうだろう。定期的にやっときましょうね、ヒップ耐久は。せっかくかなり早くできるようになったから。あ、そうなのか。ヒップ耐久すらあれじゃないんだな。クリボ踏んでいくやつなんですね。こうなんですね。なんだよ。一発マリオ。パウ1個で。パウ1個で一発マリオ。あー、なるほど。あ、むずい。うわ、惜しいな。2番目に当ててだよね。下から2番目のパックに当てれば勝てる。勝つる。
これあれだな、最後スピンいらないかな。あ、ダメだね、いるね。よし、オッケー。ほんとギリッギリ、ほんとギリッギリに投げつつスピンすればいけますね。これって意外と難しくない？あー、うん、1345、うん、2345、 OK。 分かってしまえばね、右上の時計使いながらでもいいですしね、体内時計でもいいし。ハンマーブルスはなぜかクラウンの中でランニングしてるけん、足バタバタさせてるってこと？ほんとだ。走ってる。これは確かに新事実だね。っていうか、気づかなかったし、気にも留めてなかったよ。すげえな。なんかさ、ちょっと浮いてる感じあるのにさ、まるで何か透明なブロックの上を走っているように見えるよね。全然気にも留めてなかったなぁ。天使の気まぐれ。あ、ファテさんだ。あー、なるほど。あれだよね。これカミックってさ、初動が遅い時があるんですよね。多分それだよな。たまにいけるんすよ、これ。ほら。で、倒して、復活するんで、ゴールできると。3月の7日にいただいたコースです。自信作なんです。絶対やってください、お願いします、とのこと。参りましょう。恐怖の遊園地、ここへ来たのが間違いだった、バージョン 2.0。 まずは P スイッチ。ちょっ、あぶねえ、待って、なんかあった。あぶねえ、ギリギリ間に合います。死ぬ。とりあえずピンクコインはゲットしておきましょう。ほっ。お、T ヨシか。うわっと、縮小、せっかくでかい状態をキープしてたのに。うるせえ。うるせえ。いけなくはないぞ。上も行こうと思えば行けるんですけどね。あ。あ、また、でっかいとダメだな。ダメですね。でっかいとダメだね。帰ってきちゃった。いけるね。ヨッシーには申し訳ないが、マリオだけは救出可能。あのハテナも、多分な。飛んできますよ。でも、いけるけど。ははは、お前出てきちゃったのか。とりあえず入ってみた。あぶねえ。これあれだよね。クッパのとこに繋がってる感じだよね。逆にあのピンクコインさえ取って、鍵さえ持ってくれば勝ちだったんじゃね。あぶねえ。なんか繋がってそうじゃない？ゴールに。そんな気しません？あれは本来はそういう風に行くのが正規ルートだったりして。あ、よく見たら下になんか書いてますね。気づかなかったな。右に行くしかないのか。せめてテレサの位置をしっかりと確認して。あ、ダメか。お、いけた、いけた、いけた。これでどうだ。
ね。ここまで来て、そう、さらにそうしてきます。わかった、もう。もう怒った、もう怒った。取られたね。危なかったですね。ワーミットエア。一回だけ足すやってくださいねってことか。でもなんかマリオ3かな？うーわー。惜しい！いきなりできそうだった。来た！なんで？よし、来たー！ブエーイ！っしゃいー！十字キーからのアナログコントローラーよりずーっとアナログコントローラーで、スティックでやった方がいいなー。動画最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録よろしくお願いします。せーの、チャオー。